カリフォルニア州のサンタ・クララ郡で、初めての3000人規模となる抗体テストがスタンフォード大学によって行われ、その結果、検査した人の2.5から4.2%が抗体を持っていたことが分かりました。これが意味するところは、例えば、人口200万人のこの郡では、4万8000から8万1000人の過去の感染経験者がいるという計算になるのです。 このテスト結果を受けて調査をしたスタンフォード大学の科学者はアメリカでは公式に報告されているより50倍から80倍多い感染があった可能性があると述べています症状があまり出ないことが事態を複雑にしている部分もある新型コロナウイルスですがそれを報じたアメリカ ABC ニュースをご紹介しますここから抗体の研究は 新型コロナウイルスの感染は、報告されている数より、はるかに広まっている可能性があることを示す。ABC ニュース。2020年4月18日。アメリカ社会を正常に戻すための将来への重要な問題としては、どのくらいのアメリカ人が新型コロナウイルスへの抗体を保持しているか、あるいは免疫で保護されるかということがある。 カリフォルニアの二つの研究チームが、ボランティアの軍隊の援助により、この免疫と抗体の問題に応えるために着手した。その最初の結果は、意外なものだった。カリフォルニア州サンタ・クララ郡で3300人を対象にした最初の大規模なコミュニティテストでは、テストされた2.5から4.2%が抗体陽性であることがわかったのだ。これは、 公式に報告されている数よりも、過去に新型コロナウイルスに感染した人の数が、はるかに高いことを示唆している。このデータに基づいて、研究者たちは、ウイルス感染した可能性のある人の範囲は、人口200万人のサンタクララ群で4万8000人から8万1000人であると推定した。 研究を主導したスタンフォード大学医学部のエラン・ベンダ・ダビッド・ジュン教授は以下のように述べた。この調査結果は、私たちのサンタ・クララ軍では、公衆衛生部門によって報告されたものよりも多くの症例があったことを示唆しており、アメリカ全体でも、公式の数値より50倍から80倍多い感染がある可能性を示しています。この結果に対し、 ボストン小児病院の疫学者であるジョン・ブラウン・スタイン博士は、カリフォルニア州の結果は、必ず下アメリカ全体の感染傾向を表すものではないと警告している。しかし、ブラウン・スタイン博士は、この結果から私たちが予測していた以上に多くの感染事例があるということを示しているとは思いますと述べる。抗体検査は、 アメリカがいつ正常な生活に戻ることができるかを判断するためのツールとして、公衆衛生の専門家からしばしば提言される。過去にウイルスにさらされたかどうかを判断することにより、どのくらいのアメリカ人が抗体、免疫を持っているかが示されるためだ。しかし、抗体を持っている場合でも、それが長期の免疫となるという保証はない。しかし、 抗体を持つ人がある程度の免疫保護を獲得することを医療関係者たちは望んでいる。ベンダビットジュン教授は、2.5から4.2%が抗体を持っているということは、逆に言えば、調査した群の大部分の約95%の人にはまだ抗体がないことも意味する。この調査を受けて、 アメリカ社会が正常に戻る機会を探ることが厳しい選択と共にあることが示され始めている。ここまで。